えいっす。今回はアグリゲートで億調理をやっていきたいと思います。今更かよっていう風にね思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ一言で言えばリハビリですね。本当にねここ2週間ぐらいまともにパズドラをやってなさすぎて、もうこのまま消滅してしまうんじゃないかっていう感覚すらあったんですよね。まあそれも一興なのかもしれませんが、やっぱり僕はこの YouTube 活動が好きで、そこからねパズドラから始まって、皆さんと出会えて一つのコミュニティができたっていうのは間違いない事実なんで、あんまり失いたいとは思ってないんですよ。だからやっぱりそのいつまでもねパズドラつまらんつまらんって言って不適されてるのも良くないなと、自分自身の意識をねしっかりと、どっかで改めていかないと、そのうちねやっぱ心がすさんじゃうかもしれないから、本当にやりたいことがあってもねそれを見失ってしまうかもしれないんでね、しっかりねブランクを取り戻していきたいなっていうふうに思いますね。さあこれで突破していきましょう。突破する際はできるだけ光を列にしていきたいですね。はい、 OK。 で、とりあえず最新の称号チャレンジの億潮流、まあ、最新って言ってもね称号チャレンジ自体はもう終わってしまっているんですけれども、チャレンジはもうクリアはしていまして、ただ動画上でプレイしたことはなかったなっていうふうに思ったんで、とりあえずねそのクリアした形跡だけでもね、動画として残しておこうっていうことで、今プレイしてるっていうような感じですね。よいしょ。はい、吸収無効は持続しているんで、このまま引き続き列を組んで突破していきましょう。よいしょ。でこのパーティーは僕が初めて億潮流クリアした時と、まあ、そんなに大差ないパーティーにはなってるんですけれども、先日テニスの王子様コラボの復刻の際に、あ、まだ復刻はしないで明日から復刻するんですけれども、発表の際にですね、石7個のコラボキャラの潜在覚醒枠が8枠になるっていう修正が入りまして、でその中の1体である大の大冒険コラボのレオナですね、まあ、こいつが8枠になったっていうことで今人権クラスの性能になっているんですね。よいしょ。こう斜め。スキルの方が汎用的な回復スキルで、ターン数も5ターンということで、まあここは9大点で、暗闇雲操作負荷の3体制をこの1体で所持できるんで、アグリゲートに必要な要素っていうのを1人で大量に持ち合わせてるっていうことで、まあ、ほぼほぼ必須級の内容になってるんですね。僕の知る限りだとアグリゲート3、まあ、フレンド含めてアグリゲート3に、レオナ、パティでフェンリル・ウィズっていう形、まあ、だから今使ってる形ですね。よいしょ、ちょっと回復拾いたい。よいしょっていう形か、もしくはもっと高速周回狙いたい場合はアグリゲート4にレオナ、パティっていう形で、で操作時間短縮は多分その場合は捨てるのかな、まあ、いずれにしろレオナは高確率で採用されるっていうことにはなっているんですね。でそんなレオナが、覚醒枠8枠になったっていうことで、ステータスをさらに上げる、もしくは軽減プラスなんかをねさらに振りやすくなったっていうことで、めちゃくちゃ活躍しています。億潮流の攻略に関してはほぼほぼ必須級になったかなっていうふうに思いますね。はい。であと他にもですね、石7個コラボっていうのが全員8枠になっていますんで、強くなるキャラはたくさんいるんですよね。石7個の、コラボ一覧を載せておくと、まあ、大体こんな感じなんですけど、まあ、鬼滅とかね呪術をはじめとした人気が非常に高く、一時期環境にも食い込んだコラボが多めになっているんで、まあ、今でも使ってるキャラいるよっていう人はたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。六悪潜在なんかもね非常に振りやすくなるんで、編成考えるの好きな人はまた楽しみが増えたんじゃないかなっていうふうには思いますね。個人的には大の大冒険が好きなんで、大の大冒険のキャラからまたいろいろ使えるキャラが増えたらいいなっていう感じで、ちょっとまた研究してみようかなっていう気持ちが復活しつつありますね。はい。っていう感じですね。まあ、リハビリなんで普通にクリアできればいいかなっていう感じで、これ以上特に何も言うことがないんですけれどもね。はい、ここは、アシストが剥がされるんで、光の L 字をできるだけ組んでいきたいが、ちょっとダメージ受けすぎなんで、こうで回復待ってこうね。
落ち着いていきましょう。時間はね、まあ、結構かかるんですよね。そんなに早いパーティーではないんで、僕もこのダンジョン自体そんなに慣れてないんで、多分2回ぐらいしかまだクリアしてないんですよ。だから本当にリハビリっていう感覚でちょっと思い出しながらやっていきたいというふうに思います。道中は多分カットすると思いますけどね。はい、じゃあこの調子でやっていきましょう。適当にカットしていきます。はい、じゃあそろそろ関係ない話していきましょう。マシュマロ一件紹介します。朝日班はガンホーに訴えられたらどうする、パズラのイメージを損なった的な感じでということで、そうですね、訴えられたらどうするか、まあ僕の動画スタイル上一応訴えられるリスクもないわけではないので、そうね、訴えられたらどうしようって考えたことがないわけではないですね。まあでもその程度で、実際そうなってみないと自分がどうするかなんてわかんないし、僕はねそのあたりの知識っていうのもないですから、まあ現段階の予想としてはまともに戦うっていうことはしないんじゃないかなっていうふうには思いますね。向こうの訴えの内容にもよりますけどね。まあその最近コナミがね馬娘を訴えたっていうニュースが非常に話題にはなってますけども、そうだな、まあ、個人的な考えとしてやっぱりあれって馬娘が売れてなければ多分コナミはね訴えてないと思うんですよ。コナミにとっての馬娘がまあ要するに目の上のタンコブみたいな存在だったってことですよね。だからそういう点で僕がそのガンホーにとっての目の上のタンコブかと言われると、さすがにそれはないかなと。訴えられるにはちょっと影響力が小さすぎるんで、訴えるガンホー側のリスクの方が圧倒的に大きいとは思うんでね、まあそんなことはしないんじゃないかなっていうふうには思いますね。とか言ってるとね見せしめに訴えてやるぞみたいなパターンがもしかしたらあるかもしれないんで、まあそれはね絶対訴えられないっていうリスクは、リスクというかまあ保証はないですね。まあだから、普段から発言には気をつけましょうねっていう話で、まあ僕は僕なりに気をつけて喋ってるつもりではあるんですけどね。ただその僕に限らず、まあ、YouTube 上で、まあ、YouTube 上でなくとも、まあ、Twitter とかでね、その訴えられてもおかしくないレベルの発言を軽はずみにしちゃってる人って世の中にいっぱいいるじゃないですか。でそのまあここだけの話、僕もね結構言われてる側ではあるんですよまあそのもちろん僕がそういうのを見たくて見てるわけじゃないんだけども、視聴者の中にこいつ朝日さんの悪口言ってますよみたいな感じで DM とかでね報告してくださる方がいらっしゃるんですよね。でいや別に俺もそんな見たくねえしほっとけよって感じではあるんですけれども、まあとにかくねそういう風に言われてるらしいと、まあ親切心で言ってくださってるとは思うんですけどね。でまあ一部の人からそのヘイトを集めてるっていう自覚はありますんで、そうやって言われてしまうことは一定仕方ないんですけれども、まあその内容を確認すると普通に訴えれてしまうなっていうレベルのことを言ってくる人もいます。はい、でそういう場合はまあ別に訴えたりはしませんけど、まあ、普通にツイッターの場合はツイッターで、YouTube の場合は YouTube のその運営にね、こういう発言してる人がいますっていう報告をして、で、それが規約に違反してると、認められた場合は、そいつがバンになるっていうことが、今まで何回かありました。あったんだけど、それでまたね、逆恨みで別アカ作って、で、バンすんじゃねえよみたいなことを言ってるやつもいるらしいんだけれども、まあそこまで言ったらもうキリがないですね。僕はその、ただ報告してるだけに過ぎないんで、あの直接そいつをバンにしてるわけじゃないんだよね。だからそういうやつがいたとしても僕の場合はあのブロックとかはね基本しないんですよ。ブロックしたりとかなんかそういうことはあんましなくて、
淡々と報告するんですね、その場合は。で、報告するだけして、で最終的にそいつをバンするかどうかを決めてるのは、このツイッター運営でありもしくは YouTube 運営なので、その運営にお前アウトねっていう風に判断されてるっていうことなんですよ。それって僕が決めてるわけじゃないんですよ。だそれがどういう意味なのかくらいは最低でもちゃんと理解してねっていう風には思いますね。うん、そこで止めてくれてるだけむしろありがたいんだよっていう風にむしろ言いたいかな。うん、で僕は思います。でそうだな、あと僕がその仮にね元宝に訴えられたとしても、僕は今 YouTuber なので、もし訴えられて、なんだろうな、訴えられて、まあ、仮に負けたとしても多分ね、僕はそれをめちゃくちゃ広くアピールして売名に使うことができるんですよね汚いけどね。だからまあどっちにしろそんなに損しないと思います、訴えられても。まあもちろんそんなことで有名になるのは全然望んでないですけれどもね。まあでもそういう風に持っていくこともできる立場ではあるんですよ。なんか別にその正直なんか具体的に悪いことしたわけじゃないし、捕まんなければいいかなっていう感じですね。でその僕はその他の有名な配信者の方々と違って守りたいものがないんですよ。まあこのチャンネル失うのは今となってはちょっと嫌だなって気持ちはあるけど、でも別になくなったからってなくなったでいいし、別にやりたかったらまたやるしって感じで、そんなになんか固執するものでもないんで、でかつそういうスタンスを何年も前から続けてきたっていうことで、万が一の場合にも傷が浅く済むようには立ち回ってきたつもりですね。はい、だから意外と軽く考えてますっていうことですね。はい、とかなんとか言ってるとクリアできましたね。久しぶりのパズドラ動画だったんでちょっと緊張してあんまり喋れなかったんですけれどもよかったら皆さんの感想も教えてください。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も次の放送でお会いしましょう。バイバイ。